今回は技攻撃力が最強のナッパと戦います。戦闘力4000のナッパと戦闘力の平均715の G 戦士たち、相手がたった一人なら楽勝です。たとえナッパでも攻撃は超能力や太陽剣で行動不能に、特に超能力は防御力も落ちていくので、それも利用する戦い方になるということで、基本マンパターンなので葛藤多めでいきますね。ここまでで3回超能力をかけました。相手のカードの防御が弱いこともあり、早くもここの段階で大きめのダメージを与え始めます。4回目の超能力の後、ピッコロの大技が炸裂します。さらに5回目の超能力をかけ、再びピッコロの魔漢光殺光。いろんな攻撃で結構ダメージが入るので、もうフルボッコ状態。結局このまま超能力をかけられてたまま HP がボリボリ減っていくナッパでした。超能力は5回くらいかければほぼ防御力はないかなという感じでした。その後に何回も超能力をかけてもあまり変わらず、一度も攻撃を食らわずに勝利。何でもありなら戦闘力を上げなくても勝てちゃうゲームですからね。ということで、最後のベジータ戦への前に生き残ったメンバー限定ですが、ラスボスの前までで一度も通常エンカウントで敵を倒さないと、大体このくらい戦闘力になります。
さて、最後はこちらも容赦はしません。いろんな攻撃をする予定です。ベジータをボッコボコにしてやります。元気玉は使わないと決めてましたけどね。それでもベジータは何もできないでしょう。
you
We'll be right back.
ということで、最低の戦闘力でクリアしたい。これで終了します。最終的なセット戦士の平均戦闘利欲は、1215でした。何でもありで戦うと正直余裕ですし、シェンロンによって復活できるガーリックジュニアの前でやられたりしたら、経験値稼ぎせずにいけるので、もう少し低くできると思います。これで終了となります。ご視聴ありがとうございました。